医師と結婚にも常にコミットしてたわ。はい、ミッキー岡田です。今回は結婚相談所の実例集、どうしても医師と結婚したいと希望した28歳女性の婚活ストーリーをお伝えします。今も昔もお医者さんと結婚したいっていう人は結構多いよな。28歳の女性会員さんの希望は入会する時から気持ちいいくらいはっきりしてた。医師と結婚したい、やったんや。なぜお医者さんがいいんですかって聞くと、お金持ちになりたいからとはばからずにズバッと言います。お金が目的やったら他にももっと収入の多い職業もありますよ。お医者さん以外の収入の高い職業はどうですか。すると彼女は、他の職業や会社経営者などは将来がどうなるかわからないからダメです、やっぱり医師が一番給料が良くて安定もしていると思うのでっていうのな。賢い子供もできると思うし、てめえ、おいおいおい、どっちに似るかわからへんねんぞっていう意地悪はグッと抑えてな。わかりました、でもお医者さんはいつも人気ですから簡単ではないことを覚悟して頑張りましょうって伝えました。本人の希望をどうこうはできひんからな。彼女自身の学歴は一般的な普通の大学を卒業して、家柄も普通、取り立てて美人ということもない平均的な容姿の女性でした。コミュ力はあって会話は上手、思ったことをはっきり言える。彼女の魅力はまさにここですよね。はっきり言えば、ものすごく高い要求を物怖じせずに貪欲に食らいついていく、そのメンタルと行動力が彼女の一番の魅力でした。さて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 、そういうことで彼女の婚活が始まりました。彼女はお医者さんと結婚できるのでしょうか。それはな、平凡な女性が男性医師と結婚するっていう目標やから苦労する婚活だけどな。でもな、彼女のように最初から自分の希望を伝えてくれてたらやりようがあるんです。もちろん難しいよ、難しいけれども、その中でも対策はできるんよ。具体的にどんな対策かというとな、医師といってもいろいろあるから、それぞれのタイプに合わせたアプローチ方法を考えるね。40歳の医師もいるし、30代の医師もいる、都会の医師もおったら地方出身の医者もおる、国立大学の医師と私学の医師ではまた結婚に対する考え方が違うことが多い。私学でいうと一流私学と三流私学では女性に求める条件なども全く違ってくね。両親が医師かどうかでも変わってくるしさ、両親が開業医やったらよりシビアに女性を査定されるからな。その辺をな、しっかり見極めて手当たり次第に医師に申し込みするんじゃなくて、きちんと戦略を練った上でさ、かなり念入りにサポートをやりましたよ。でもね、やっぱり医師ってモテるんよ。本当にモテる。いつでもどこでもモテる。どれだけヘンテコな性格でもモテる。顔がぶっさいでも太っていてもモテる。もう羨ましい。やめろ。真面目な医師はな、学生時代の彼女とそのまま結婚する人も多い。でも仕事が忙しくて結婚していないってことも多いのな。仕事は適当にして遊びまくってる医師もおるよ。実家が金持ちで将来は安泰っていうやつはこれかな。何度も言うけども、医師って一括りにはできなくていろいろいるわけなんだよ。実家が開業医だとすれば、いずれは家業を継ぐことが決まってたりな。そういう場合は女性にもそれなりの家柄や条件を求めることもある。それとお医者さんと結婚したい女性が知っておいてほしいのは、医師全般に言えんねんけどな、衣食住家庭のサポートは全てできることが前提になってるわ。高いレベルの主婦業を求められる。働き方改革の波は来てるけども、基本ワンオペ家事を覚悟しておく必要があるね。彼女この辺がすんごくて、彼女は医師と結婚するために徹底して努力するのよ。二十歳の頃から料理教室通ってて料理が得意、家計管理のセミナーとか行ってたし、掃除や収納アドバイザーの資格とかも持ってた。医師と結婚するって目標にできることは何だってやるって燃えてたんだよ。そこはな、尊敬するわ。看護師になるっていう点も考えたことあるねんけども、それはいろんな事情で諦めたみたいけど、いつも清楚系の服装をバッチリ着こなしてね、医師と結婚にも常にコミットしてたわ。彼女が現実に行動した医師と結婚する方法はこれや。相談所で職業医師縛り、アプリで職業医師縛り、
アプリで知り合った医者に合コン頼む、医師の知り合いに当たる、開催の学会を調べて参加する、生活の主婦圏内を目当ての病院近くに設定する、などなど本当にすごかった。では結婚相談所の婚活はどうなったのか。医師にはいろいろあるので、ピンポイントで狙う医師に合わせたプロフィールに書き換えて申し込みをするということを続けた。断られたらまた次の人に向けてプロフィールを書き換える。同時に彼女はいろいろな医師と出会うイベントに参加してた。医療のコミュニティとか健康法のオフ会とか、医師が来る読書イベントなどにも精力的に出てんねん。すごいな。ここまでやる彼女に僕魅力感じてな。よしよし、ここまでやるんやったら全力でその思い叶えてほしい、成就させたいって思ったよ。さて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 、結婚相談所での出会いもさ、医師ばっかりに限定するものだから断られることは多いねんな。でもしっかりプロフィールを医師向けに作り込むとさ、まあわずかながらも反応があるんです。彼女は28歳と若さがあるし、努力していてアピールできることも普通より多いからね。誰でも彼でも簡単に医師とお見合いができるわけではないことは分かっておいてな。結婚相談所でかれこれ6人ぐらいあった頃です。年齢は10歳ぐらい上で、総合病院の勤務医とお見合いをした。お母さん、今回は手応えがありますと言ってきたんだ。ついに来たかって僕も飛び上がりましたよ。相手のお医者さんは割と気弱なタイプで、女性に引っ張ってもらいたい感じの人だった。推しにも弱そうだ。でも真面目でいい人なんですって言ってた。医師には変わった人も多いけど、僕一般的な真面目な医師は勉強ばっかりしてきただけのことがあってな、分別があって優しい人は多いね。だから結婚してる人は奥さんが強いっていうのが基本やな。身の回りのこととか苦手やから、生活面をテキパキやってくれて引っ張ってくれるタイプが好まれるのよ。彼女の性格ははっきり物を言うタイプやし、行動力もズバ抜けてるから、メンタルも強いし、今回の相手のお医者さんはまさにそんな彼女に惹かれてるみたいで、好感触やったんよ。これは逃すものかと彼女も全力でアピールして交際に持ち込んだ。こういう時の彼女は強かったよ。それからわずか3ヶ月、見事その医師と成婚大会してゴールインしたんです。いやーねー、チーターのような速さでロックオンして医師をゲットした彼女は見てるこっちも感心しました。自然の出会いでお医者さんと結婚する女性もいるやろうけど、並々ならぬ根性で希望を叶える女性もいるんやね。念願の結婚を果たした彼女は、今度は旦那さんが開業医になるためにバリバリサポートをしているみたいです。お医者さんと結婚したいっていう女性、ちょっとは参考になるかな、ならんかな、なるといいな。そんなわけで今回は結婚相談所の実例集、どうしても医師と結婚したいと希望した28歳女性の婚活ストーリーをお話ししました。今回の動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価をしてくれたらとても嬉しいです。今後も一生懸命動画を配信していきますので、皆様よろしくお願いします。皆さんの婚活を応援するミッキー岡田でした。バイバーイ。